オルドリームトーク、ネオルドリームトーク、ドリームトーク。この企画は長野県在住の若者と私レオルがオンラインで夢について語る夢の時間です。悩みや質問など何でも答えます。若者の未来にアドバイスやエールを送ります。今回お話しするのは清水若菜さんです。若菜さんは高校2年生ということで、来年受験生、いろいろ進路のことも悩んでいるみたいですが、芸術系の方に行くか固い仕事を選ぶかという葛藤があるみたいなので、ちょっと聞いていきたいなと思います。それではつないでみたいと思います。あ、こんにちは。よいしょ。こんにちは。よろしくお願いします。レオルです。こんにちは。よろしくお願いします。事前アンケートをいただいていて、はい、まずはご応募ありがとうございました。ありがとうございます。はい。これを見ると、やりたいことがある。はい。はい、音楽関係とか芸術とか。はい。はい、けど、反対されているというふうに書いてありますけど、ちょっとこうどんなことを自分が思ってて、今どういう状況であるかっていうことをちょっと話してもらってもいいですか。はい、はい、私がもともと自分を表現したりするのがすごく好きで、でそんな中でミュージックビデオを作ったり、あとライブの演出をしたりっていう仕事がすごく興味があって、自分の中ではやりたいなって思うんですけど、やっぱりその長野県って田舎じゃないですか。だから周りにあんまりそういう道に進みたいって人もいないし、あとやっぱりアーティストとかっていうと周りから食べていけないみたいなイメージもあって、やっぱり安泰な職業に就いたらいいんじゃないとか周りから言われることもありますし、自分でも本当にこの職業でこんなに周りから言われてていいのかなみたいなのもちょっとあって、そこで今葛藤してます。なるほど。私がちょうど高校2年生の時に、はい、父親が亡くなってて、でその来年受験生ですよね。私全く同じような状況でした。音楽をちょうどずっと吹奏楽だったりとかマッチングバンドとかやってたんだけど、これは仕事には絶対なんないなと思いながら、で高校入ってバンドを始めて歌い始めて、で並行でインターネットにこうアップロードするようになって、で、そこは少しこうマネタイズ、お金が発生する、若干ね、本当に若干で長野から出るかはすっごく悩みました。やっぱ母子家庭になってしまったわけで、お母さんを置いて東京に行くっていう、その自分の欲望を優先していいものかなっていうことはすごい思ったんだけど、でもやっぱその当時の私は長野というかこの地元の感じ、なんか誰々ちゃんなんかどこどこ就職したらしいわよみたいな、そういう感じがもう嫌だったの、はい、好きにさせてくれって思ってて、でお父さんが亡くなったりとか、そういう辛い思い出とともに長野という場所が自分にとってはあってしまったから、一回ここから出ないと、なんか自分の人生がダメになるなって思って、で意を決して東京に出たんですね、私は。で、はい、東京に出てきた後、音楽をやっていいって言ってもらう状況を作るために、もう内緒で学生しながらめちゃめちゃ音楽を作ってた。22歳の時、就活の年に、就活じゃなくてもいいんじゃないって言ってもらえるようにちょっと誘導しました。だからまだその高校生だし、ここを見ると公務員になろうかちょっと悩むみたいなことも、書いてあるけど、でも公務員がやりたいかっていうと、どう？やりたくないです。若菜さんの幸せは、やっぱ若菜さんだけが決めれるものだと思う。絶対儲かるよ、やっちゃいなよとは言えない、運が
かなりあるし、だけどそこそこ食べれて、そこそこ、うん、普通の生活ができて、でも好きなものが作れてるっていう、それが幸せだという人もいれば、まあじゃあ長野に根付いて公務員やって、まあ空いた時間で趣味でこう芸術をやるのが幸せだという人もいるし、それは本当に人によって違うものだからあれだけど、でもやっぱね、私も反対されたけど、親の人生は親の人生で、子供の人生は子供の人生だと私は思うし、親だったらやっぱやりたいことをやったらって最後には言ってくれると思う、多分わかんないけどね、はい、でもやっぱやりたいことあるなら、まあ飛び込んでみても私はいいんじゃないかなと思うし、はい、長野から東京ってもう全然輝きで1時間半とかで出れちゃうから、まあ本当にもうやってみて、はい、あ全然私才能ないなってなったら、うん、全然帰れるし、うん、うん、やらないでこのままずっと行っても結局多分24、5になった時にやっぱやりたいってなると思うんだよね。なると思います。うん、うん、だからいろいろなものをこう天秤にかけて、自分が楽しいって思うのってどっちだろうっていうことをずっと考え続けるのはいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、うん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 、自分もやっぱ楽しいことをやりたいので、うんうん、の妥協したくないなっていうか、うんうんうん、一回挑戦してみたいなっていう気持ちはすごくあります。うん、うん、私も、まあ、無責任なことは言えないからだからやっちゃいなとは言えないけども、うん、でもやっぱ、うん、私みたいに私もやってみなきゃ分かんなかった、うん、こうなれたかどうかは、うん、でこれを成功とするかどうかも人によると思うし、だけどやってみてよかったなとすごい今は思ってる。その家庭が大変な状況でも、で東京に出てしまうこと、そこにはやっぱり後ろめたさとかもあったけど、まあその分ハングリーに絶対に音楽をこう普通の仕事に就くよりも、うんうん、自分の生活を立てるものにしてやるっていう気概がやっぱあったから、こう慣れてる部分はあるのかなと思うので、はい、うんうん、逆境こそ人はね強くなるので、はい、頑張って、来年も受験もあるけど、ちょっといろいろ多分今すごく悩んでると思うけど、うん、悩んでます、ね、はい、でもね、自分の楽しいをやっぱ上回るものはないと思います。はい、ちょっと頑張りましょう。はい、お互いに頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またね、はい。ということで、清水若菜さん高校2年生、まあやっぱり、まあ、中学生高校生って一番、まあ、特に地方の子っていうのは、まあ、特に長野県だと、まあ、東京本当にさっき話にもあったように近いのでどうしようかなってすごく思うと思うんですけど、まあ、私は芸術を選んだ人間なので一回やってみるわってどうしても背中を押したくなっちゃうんですけど、まあね、親とか家族からすると本当に心配だし、もう東京に行って変なことになっちゃうんじゃないのみたいなのあると思うけど、そのブレーキをかける人たちがいる分、私は背中を押したいなと思って言いましたが、いい方向になるものが多いといいなと思いました。